はい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 、皆さんご無沙汰しております、旅園です。今回は京王電鉄よりね、新型車両が出ますということでね、話していこうかなと思います。当チャンネルでもね、京王電鉄に関してはね、動画、桜上水の駅紹介とか下高井戸の駅紹介、並びに京王電鉄のね全面展望もね過去に上げてますので、まあ一応ね京王電鉄の紹介等もね私のチャンネルやってますので、もしよければね過去の動画ご視聴ください。ずいぶん昔なんで、旅その京王で出てくると思います。ちょっとずいぶん前なんで、まあ、私のね、動画のね、何ですか？チャンネルページから見ようとすると、多分結構下の方に出てくるんで、古い順にするとね、比較的早いのかもしれませんけど、まあ動画多いんでね、なんせ、調べた方がいいのかなと思います。まあ、いわゆる旅その京王でお調べください。で、今回ね、京王2000系が出ますということで、安心してずっと乗っていただける優しい、優しさを運ぶ車両ということでね、そういう車両でやっていくということでございます。一応ね、2000系っていう車両はね、運行開始ということです。実はね、京王2000系っていうのはね、多分この車両はね、今、新規に導入される車両は、2代目でございます。で、1代目はね、ずいぶん昔、60年前とか、そんぐらいですかね、そんぐらい前にね、登場した車両でございます。まあ、そんな感じですが。まあ、今回はね、2代目の方の話です。こちら、2026年よりね、初めて運行ということです。で、2027年3月までにはね、14編成が運行開始ということです。2026年初めに14編成、1編成をね、試しに走らせるというか、試しにっていうか、まあもうね、決定はしてますので、実際、まあ、走らせて、その後ね、どんどん増やしていく感じだと思います。最終的にはね、置き換え車両としてはね、ちょい、ここにはなんか書いてるようにはわかんないんですが、多分京王7000系じゃないかなということですね。当社の7000系車両と比較してというエコの話をしてますから、まあ7000系の話にどう関係してるかわかんないんですけど、7000系の置き換えかなと思います。今京王電鉄で古い車両というのは京王7000系が一番古いです。その次に8000系って感じですね。で、8000、9000、5000って感じですから、まあ、まず5000、9000あたりはね、引退はないかなという感じです。で、8000系の初期の車両が1990年代初頭とかですから、それの機会もあり得るのかはわかんないんですけど、多分ね、重視してるのは京王7000系、そちらを早く置き換えようというね、意思はあると思うんで、多分それの置き換えかなと思います。で、またね、京王、この車両なんですが、ナノイーのね、いわゆる、空気清浄機をね、乗せるということですので、鼻の悪いっていう言い方がちょっと正しくはないんですけど、花粉症とかのね、方にもね、配慮した車両なのかなと思います。まあ、京王線ね、沿線、まあ、住宅地は多いんですが、終点程度来るかね、まあ、支線の方ですが、高尾線の方になってきますと、まあ、特に高尾山口間はね、山の中を走ります。まあ、実質山というほどではないと思いますけど、まあ、極端な山奥という感じではないんですが、山の中ですので、まあ、杉林とか多いんで、杉花粉症とかの、杉林どうなんだろう。杉なのか、ヒノキか、わかんないですけど、花粉症の方にもね、助かるような設計ですよね。で、14編成4両ということで、14編成を4編成導入ということです。まあ、一応こう、そういう車両で、あとね、5号車にね、当社初の大型フリースペースということです。今までの会社でね、大型フリースペースをね、導入した車両としては、まあ、西武鉄道の4万系とかね、ありますが、あ、確か4万系は先頭車両と最後尾にね、一つずつ区画的に置いてるって感じです。多分、なぜそこにあるのかというと、多分、会社に、駅によっては西武新宿かな、とか、は、確か、西武新宿か、あと西武の池袋駅も含めなんですが、確かね、出入り口が前側だから、そこにフリースペースあれば、多く、まあ、そこの号車に乗ってくると思いますから、どんどん押し込める仕様にするという感じですね。多分そういう感じだと思うんですけど、まあ、それをね、それだからっていうのもあるかもしれません。で、京王の場合ですと、多分5号車にね、割とね、何ですか？出入り口が近いのかなっていう可能性もありますので、多分そこにしたのかな。まあ、中間号車ってね、混みやすい傾向だったりします。特に中間号車。あと会社によっては前寄り。で、一番空いてるのは大抵後ろなんですよね。これ、それもね、路線とか会社とかに、会社によってはね、バラバラなんですけど、バラつきがあったりとか。まあ、そういう感じですが。まあ、一応多分これ5号車にね、フリースペースあるのは多分ね、車椅子ってこともね、それもあると思いますが、いわゆる通勤時間帯のね、通勤時間にもね、積み込める、いわゆる容量を、ね、広くするためのね、スペースという考えですね。で、じゃあ、まあ、この京王2000系、どんな感じの車両か、まあ、画像で見ていこうかなと思いますが、ででん、これです。
率直な感想を言ってもいいですか。かわいいな君。かわいいなお前。なんかかわいい顔してませんか。顔っていうかね、全面これなんですか。ね、私思ったことなんですが、こんなにって感じのね、車両ってのは、まあ一応過去にあるんですよ。京王ではないんですが、こちらですね。西武電鉄3万系、こちらの車両。似てる方は似てるって言ってほしいんですけど、まあさすがにね、完全にね、全く同じなんかというと、まあそうではないですよね、全然。でもこれはね、スマイルトレインとね、いう別名が、相性がね、あるんですけど、まあこれはね、特にスマイルトレインという名前はないんですかね。まあこんな感じというか、感じですけど。なんやろこれ。まあそんな感じですね。あと特にね、他側面を見るんですが、側面はね、こっから後ろ見ると、まあ旧王のね、特に5000系かな、5000型、こちらの車両ですね。まあ一世代前の車両ですけど、まあ今現在走ってる新型車両ですね。最新兵車両というかな。まあこんな感じで、側面、これフロント、側面がこんな感じ、あ、スカートか。側面がまあまさしくね、あの京王2000系と比較的、まあ、比較的似てるのかなという感じですね。まあそんな感じです。まあね、あの言うたら多分そういう感じですけど、まあ一応言ったらここ若干こういうところにね、なんか水玉模様みたいなのがありますけど、これ環境を意味してるのかちょっとわかんないんですけど、多分環境配慮ってことですかね。まあ SDGs、実はこれ関係してるらしいんで、こちらのね、おっと。SDGs 3711。ここはね、関係してるということですね。SDGs なんかな?まあいいや、もうな、SDGs、みんな SDGs って言ってるんで、まあ SDGs ということで、していきましょうか。で、まあ一応ね、新型通勤2000系ということで、製造はね、株式会社総合車両製作所、旧東急車両ですね。で、やるということです。まあ横浜のね、金沢区にあるのですね。まあ、コンセプト、安全、安心、ずっと乗っていただく、優しく、ワクワクした車両ということでございます。まあ、外観およびこういうね、デザインはこんな感じですよという感じです。じゃあ、車内見ていきましょう。車内、どんな感じかなと。あ、一応側面はこんな感じですよという感じですけど、車内はどんな感じかというと、こんな感じです。座席はね、こんな色の、オレンジ色の座席で、ですね。一応ね、もう今の時代、網じゃないですけど、アビナダとかね、まあ、典型的なね、いわゆる、これなんていうんですか?柱っていうの?あとね、こちらは、釣り革ですね。釣り革とかエアコンとかね、設置されてます。で、あと、優先じゃない、車椅子スペースが全ての号車についてるのかなと思います。一応ここを見ると、車端部の方にね、ここの部分に、こちらですね。こちらに、フリースペース。なんかちっちゃなね、いわゆる、まあ、車椅子用スペースがあるねって感じでございます。で、エアコンの機器としてはね、多分ね、こういう想像なんですが、まあ、JR 東日本の E235 系とか、それに近いのかな、エアコンの機器は。そこまでね、涼しい風が出るかは超不明です。まあ、言ったらこれ、ね、ここのね、部分。これは一応送風機みたいらしいです。エアコンのね、いわゆる冷気っていうの、冷気並びに暖気はね、ここから出てるんですね。ここの隙間から出てます。まあ、ここら辺は、これ実はね、ここ冷房という思われるらしいんですけど、どうもこれ送風機らしいです。私もね、昔は冷房がこんなところから出てるんじゃないかと思ってたんですけど、あくまでこれ送風機らしいですね。あと多分ね、ここの下にね、シートヒーターっていうかね、足元温めるヒーターとかもね、あると思うんで、冬場には、ね、結構重宝されるのかなと思いますが、まあ、こんな感じでですね。あとちょっとよくわかんないんですが、LCD ですかはついてんじゃないかなと思います。こうなんかあるっぽいような雰囲気がします。ここね、真っ白になってるんで、ちょっとわかんないんですけど、ここは多分これあれかな、路線図を入れるためのね、スペースなのかなと思います。で、一応、5号車は、こんな感じになるということです。まあ、比較的似てるとしたら、西武の4000系。失礼しました。西武の4万系ですね。に似てるのかなと思います。あ、LCD ありますね。ここにちゃんとありますし。5号車のフリースペース、大型フリースペースなんで、結構ね、人がね、入れる余裕もね、大きいのかなって感じです。なんだろ、窓もね、
一般的な窓の高さは多分この辺ぐらいだと思いますので、これよりもね結構広く、子供にもね優しいでしょうね、いわゆるお子様がね外の風景見るとしたらこのぐらいの高さもね必要だと思います。子供は身長が低いんでね、こういうのはね重宝されると思いますし、あと車椅子スペースがあるってことはね、車椅子並びにあとベビーカーもね想定されてるようなんで、まあそういうことをね、子育て世代、ご老人世代でもね優しいということですね。朝夕の通勤ラッシュにはね、若い人も含めはまあいろんな世代乗りますね。いわゆるねサラリーマンなりいろいろといろんな方が乗りますんで、満員しやすい車内にもね余裕をね少しでもね保つためにもね、この5号車活躍するんじゃないですかという感じですね。私としてはねこの車両ね結構期待してます。そこそこねいろいろと見てますか、環境性能とかね、まあこういうプレスリリースですね、そちらに結構ねいっぱい書かれてますのでね、ついに京王電鉄もね新型車両導入かということで、あ、一応参考としてねこちら、あと YouTube チャンネル、京王電鉄の、ね、公式の YouTube もあるんで、そちらでも発表してるのかな、してるかと思われますのでね、そちらの動画見て、私のチャンネルも見た後でね、そちらを見ていただくとね、もっとわかりやすくなると思います。今回はね、京王電鉄、こちらですね。京王電鉄に新型車両2000系がね、導入されるという話でした。ここまでのご視聴いただきありがとうございました。またのね、次回もちょっと、次回の動画がね、最近ちょっとね、動画、液晶化シリーズね、今、滞っているのは、ちょっと私の編集がね、できる時間がね、あんまりないんで、こういう感じでね、速攻にでね、作れる動画、もう投稿してますのでね、まあ、ちょっと最近そういう感じになっちゃいますが、ちょっと時間ができ次第ね、液晶化もね、また進めたいなと思います。ただ、液晶化はね、次回でいいかはわかりませんが、次、液晶化する駅としては、国立競技場駅、になると思います。ちょっとそうなると思うんですが、ちょっと、ね、今のところね、あけぼの橋でね、ストップしてますが、今後ね、また進んでいきたいと思います。あと、他のね、千葉とか、遠征動画、まだね、未編集、あります。千葉動画とかね、そちらの方もね、今後出すと思います。まあね、まあ、時間を見つけ次第ね、編集してまいりますので、お楽しみにお待ちください。ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしております。